はい、皆さんこんばんは。栄冠ナインやっていきたいと思います。大事な大事なパートとなりました春の選抜。ここからはもう一戦一戦が負けられない戦いとなります。行きましょうか。早速ね、アロマテラピー入れて、富田林中央との4回目ぐらいの対戦でございます。練習効率が上がっているので相当能力が上がった状態で富田林戦を迎えれると思いますよ。これ相当上がると思います、能力がね。クルムだって補給上がったって出てるけど、なんで補給を上げてるんだ俺。補給の練習してるから。そうか、アロマテラピーって補給を上げようとしてんのか。よし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 、行きますよ。富田林戦もうサクサクっとね点取って、注目はねパワーバッターくんですよ。期待のパワー、信頼度低いのか。じゃあ信頼度高い和歌山の方がいいか。秋男持ってるし、和歌山くん注目しましょう。危なかった、パワーバッター注目してたらちょっと危なかったかもしれないですね。よし、じゃあ行くぜ。ピッチャーが多いぜ、うちの球団は。球団というかチームは。注目誰したんだっけ。注目俺誰にしたんだっけ。あ、和歌山か。オッケーオッケーオッケー。これで行きますよ。相手は相変わらず吉見と大引きでしょ。大引き、あれ、大引きスタメンが外れてる。大引きスタメンが外れてる。舐められてんのか、それとも大引き見限られたのか。富田林ね。始まりますよ、熱いドラマが。春は得意だ、俺たちは。もうね、甲子園に行けないなんてことはごめんですから。本当に甲子園常連校だったんですよ、僕らは。Bランクね。意外性だけ非常に多いという。オッケーオッケー、早速点取ってますよ。もう少しね自力で点取ったら、カット入れようかなと思います。多分余裕の展開になるとなってくれると思うんですよね。吉見攻略できるか。ああ、もうこういうフライが多いよな、うちのチーム。なんか最近こういうフライが増えましたね。オッケーオッケー、いける伝説が打たれるわけがないんですよ、こんなやつらに。一塁ランナーは誰だ。パワーバッターか。じゃあ走れませんね、吉見だしな。お任せで、和歌山くん行ってくれ。打ってくれ和歌山。落ちるか、ダメだ。フライが増えたな。フライアウェイですね。フライが増えましたね、すごい。ツーアウトで1、2塁で。山はまあ抑えれるでしょう。相手絶不調って。体調管理大事だぞ。整えてこい、体調は。マジか、絶不調が打ち込んだ。マジか、やばいぞやばいぞ。これはちょっとこのまま野本相手不調だ。調子を整えてこい、この日のために。余裕だ。三振、ナイス。さすがいける伝説。こっちあんまり打ててないな、怖いな、あんまり打ててないから。ランナーはいける伝説か。バッティングの方がうまいな、いける伝説、完全に。お任せでいいか。一球待て入れて、なんとかあと1点取って、カット編集入れたいな。いけるか。OK。あんまりね、ヒットが打てなくなったな。弾道とパワーの兼ね合いがうまいこと言ってないのかもしれないですね。もしかしたら。お、6万長者。こいつは、この人はね、打ちまくってますんで、ほら、この能力ですよ。凄まじいですよ、本当に。で、1球待てを入れまして、引っ張りましょう。引っ張ります。ビビってるでしょうな、相手も。ナイス。6万長者はいいね。清田の転生なんですよ。6万長者。出た。もう楽勝、押せ押せモードなんでね。一旦この辺でカット入れます。はい。はい、9回まで来ました。選手も全員使っております。コールドにしないかどうかっていう調整が正直一番骨が折れましたね、そこが。天才君が最後抑えて、このゲームが終了ですね。ありがとうございます。選手も全員使うことができました。もう少し点取れたんですけど、コールドの点差が7点なので、で、裏攻撃なんで、ちょっとね、そこが非常に難しかったですね、調整が。
まあ毎回毎回この調子で言ってくれると嬉しいですね。おお、信頼度も能力もいっぱい上がっているといい感じです。コネ入部も上がってで、いい感じに能力も上がっていると、ナイス。競合に戻ってくれればありがたいんですけど、どうだ、戻るか戻らないか、どうだ戻らないか。まああと1試合あるんでね、ここもじゃあこのパートで蹴散らしますか。岸和田学園ね、余裕でしょう。岸和田学園だかなんだか知らんがな。岸和田か、行ったことないですね。岸和田は地元なんですけど、もう厳しい練習がなくなってみんな喜んでいる。体のメンテナンスを行ったと。はいはいはい、疲れが取れてテンションが上がったと。でかいねこの時期に。敬老の日、老人を大切にしよう。急にそういう設定入ってきたね。どうした、今までそんな方針じゃなかったのに急に。まあ大事なことですよ、敬老の日ね。弾道経験値が上がったと。じゃあここもね、軽く蹴散らしていけるかな。いけるといいですね。軽く蹴散らせるでしょう、大丈夫でしょうね。うん、多分大丈夫だと思います。負けたくないな。いやほんと負けたらやばいんでね、夏がもうすでに無理になってくるんで、また甲子園に出れないみたいなことになってくるんで、ここ勝ちたいな。勝ちたいなというか、普通に考えれば勝てるんですけどね。まあまた和歌山注目でいきます。なんか最近2回戦にいきなり B ランクが出てきたりとか多かったですよね、なんかね。先発はキャプテン翼が調子がいい。で、スタップ細胞も調子がいいのか。翼くん使うじゃん。あ、でも三振男持ってんな、翼くん。あ、ボーボーは外せないし。まあいいか、このメンバーでいきますか。ケンブリッジシャゲが不調なのか。でも、いけるやつがいないからな。セカンドに。いないんでね、セカンド、チャゲしかいないんで、このままいきます。相手ピッチャー絶不調ですよ。もう絶対無理でしょ。ダルビッシュ、イケル伝説との投げ合いですよ。せめてノリノリとかだったらまだワンチャンあるかもしれないですけど、絶不調は無理でしょうな。こいつらも軽くカットしましょうか。どうだ、とりあえず一応ランク見ときます。この秋の不大会2回戦っていうのは、2回戦っていうのは俺たちの中でなかなか魔なんですよ。なかなか魔なんですね、俺たち2回戦が。魔の2回戦と僕の中では呼んでるんですけど、投手力が高いと言っていたな。見ておこうか。これ全然 E ランクじゃないですね。やるじゃないか。なんだやるじゃないか。キャッチャーはしょぼいんでしょうね。肩 G。 終わったなお前ら。肩 G のやつをねキャッチャーにしてたらもうこれは終わったな。また走りまぐるよ。待って、これ走れんじゃない、もしかしたら。走れたかも。あ、無理だな。さすがにあれは肩 G でも無理か。おお、いい守備だ。うん、うまい守備だ。よし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 。いける伝説が全然打たれていない。いける伝説が全然打たれない理由がね、僕なんとなくわかるんですよ。ツーシーム。このゲーム打たれにくいんじゃないかなって僕思ってるんですよね、個人的なんですけど。ムーミングファストよりも超スローボールよりもツーシームって圧倒的に打たれにくいんじゃないかなって僕思ってるんですけど、どうですか、ツーシーム打たれにくくないですか。バントしようかな、バントしよう。ピッチャーだしここバントでしょ。いや、バントだと思うじゃないですか、この状況。俺ねバントしないです。どうだ、いい感じだ。ここだ。待て、もう一回待とう。ここだ。ヒットエンドランします。積極打法でヒットエンドラン。なんでだ。振れよ。アップグレードで、あれ、絶対振るようになったんじゃなかったのか。振らなかった。振るそぶりもなかった、ダルビッシュ。振るそぶりすら見せなかったな、ダルビッシュ。あー取ってくるか。だが残念、だが残念。補給というより、うん、単純にエラーしてしまったという感じか。でね、この状況ね、俺いきなり走りますよ。はい、いきなり走ってくる。そんなに意味のない盗塁ですけども、盗塁を挟んでいく。
高め、見逃し三振。いいボールだ。だがここから、あ、結構打ち込まれてるか、いける伝説が。だがこのピンチを抑えてこそエースですよ。はい、残念。ダルビッシュ相手にバントが決められると思うな。正面は良くないな、やっぱりこいつは打てんでしょうな。打撃力が、マジか。おー、入った。球場狭すぎるぜ、球場が狭すぎるぜ。まあでも球場狭いことでね、僕も何本もホームランにさせてもらってるんで、まあその辺は一個なしですか。この村井ってやつなら早く降板してほしいですね。正直厄介ですよこの村井、なかなかいいピッチャーですからね。ダメだこれは、これでワンアウト。パワーバッターが出塁してることが非常に多いですね、ここまで。和歌山注目でずっとやってるんですけど、パワーバッターが出塁してる、迎えるっていう状況が非常に多いです。 OK、1年生の内山、1年生対決ってわけがいいだろう。あ、何ストライク入らん、危ない。よし、ナイスピッチング。正直 E ランク相手にここまで苦戦を強いられているってことが、うわ、めっちゃ打たれてる、いける伝説が。ここファイト入れよ、うん、ここファイト入れ時ですよ。出す、それでストライクを、ストライクを、ストライクを先行。コース任せよう、もう、うん、オッケー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 。犠牲ぐらいにもならんよこれは、うん、犠牲ぐらいにもならんよ。あれはちょっと浅すぎるでしょ。もう数字の高いやつ順番にやっていこう。ならダルビッシュなら抑えられる。よし、劇的ピンチを抑えていく、それがエースというものですよ。最悪一塁空いてるんで歩かしてもいいんで、臭いところで攻め入れます。あざす、ありがとうございます。お、チャンスじゃないですか。パワーバッターを俺が操作できる。6万長者、これ走れますね。はい、走ります。なんかよくわからない地区アナウンスが、おっそ、あぶね、めっちゃ遅かった今、なんかわかんない。で、強心臓入れます。パワーバッターの戦績を見てみてくださいよ。センター、レフト、ライトと打ち分けております。うわぁ、タンマ早っ。待て、須田ってピッチャー一応見とこうか。タンマ早っ、160キロ。大谷の転生とか、なんかそういう感じですか。タンマ早っ、ちょっと考えてくれよ。なんでこんな球速いやつがこんなチームにいるんだ。流し打ちしやすいだろ、球が速いってことは。いけるか和歌山、うわ、緩いボール、緩いボールを投げて、 OK、 ナイス。パワー君組か、ここファイト入れます。ここ追加点上げに行きますん で流し打ちすればね、最悪三塁にはいけると思うんで、進塁打にはなると思うんで。お、入れ入れ入れ、オッケー、あざす、ありがとうございます。いける伝説が結構、まあなんだかんだ言って2失点に抑えてますね、伝説は。で、低め中心で三振ですね、三振ですね。ピッチャー変えようかな、ピッチャー変えます。いける伝説降板させます。福君でいきましょう。ここは結構ピンチなんでね、ここは福君に、頼みます。打せて取れで、アンダースローの福君が熱血感ぶりを見せていく。先に卒業していった芦田愛菜の果たせなかった甲子園優勝という夢、福君が果たす。ナイス、OKOK、OK OK、先に卒業していった芦田愛菜の雪辱を、って福君同い年なんですけど、まあその辺は気にせずにいきます。あ、ボーボー余裕です。なめるなと言いたいですね、ボーボーからしてみれば。あざす、相手にならんぜ、はっきり言って相手にならんぜ、ならんぜ、なった、
相手になった、舐めすぎた、ちょっと舐めプは良くないですね。やっぱりセーフティーか、仕掛けていく、仕掛けていく、オッケー。なんか最近のパワープロって2塁から3塁に対する盗塁へのなんかあまり決まらなさみたいなのがすごい上がってきましたよね。なんか全然決まらなくなったな3投、うん、で走ったことによりこれランナー帰れると、6点差なんであと1点取っちゃうとねコールドがかかっちゃうんで、ここはできるだけコールドしない流れでいきたいなと思います。とりあえず走ろう、うん、ここ通り、これ以上ね点入れちゃうと、うん、かかっちゃうんでこれ走ります。これしょうがないですね、コールドかかっちゃうと厄介なんで、厄介というか選手全員使えないんで今のは仕方ないですね。でピッチャーここで全員使っていきますので、まずはフラグ回収人、フラグ回収人で、守備にすごく気合を入れ、一人抑えていきます。一人一殺というパターンですね。アザス、でピッチャーここで変えます。とりあえずまだこんなところでは負けられないですよ俺たちは。でコネニウム使います。で究極の思考を挟んで、まあ6点差あるから大丈夫でしょうね。ありがとうございます。で守備も変えましょう。この調整結構ね何気に難しいですね。よし、ボーボーも変えて、ゆとり世代、パワークングに悟られ、パワーバッターのところ松岡修造で、ここねファーストにラギアクルム伊達入れとこうか。これラギアクルム伊達サードなんですけど、まあしょうがないです。でピッチャー変えます。で天才くんと全員使用ですね。でクセモノ入れて確実に抑えに行くという感じでございますよ。今年ことこそはね甲子園に帰る、あの俺たちが忘れてきたものを取りに行く、置き去りにしたものを取りに行く。今までのマネージャー沢ね、沢と共に果たせなかった春夏連覇という夢、このチームで果たします。能力はいい感じに上がっております。そうか、生ける伝説に速球練習させた方が良かったかもしれないですね、もしかしたら。はい、ということで強豪に戻るかなと思ったんですけど、まあとりあえず秋ね突破しました。で次ね地区大会があるので、そこで1回戦でも突破することができれば甲子園に行けると思います。ということでまた次回、この続きからやっていこうかなと思います。今年はね結構意気込んでるんで、また甲子園に戻れるように頑張っていきたいなと思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。